青年部の入部歴は6年半ですかね。どのような作業ですか？主にコンクリートポンプ車の、新車販売と中古車の販売と修理の依頼ですねを受けています。会社での役割は？僕はですね、一応工場長ということで、現場の管理と、フロント業務ですねを一緒にやってます。会社の特徴は？うちの特徴としては、新車だけの販売ではなくて、その他修理も一緒にさせていただいてますので、その状況に合わせて、対応させていただいてます。青年部に入って良かったことはありますか？知り合いっていうか、友達が増えたっていうのと、この業界では知らないのことを教えてくれるような人がいっぱいいますので、かなり勉強になりました。どんな出会いが欲しいですか？人数いっぱいいらっしゃるような社長さんとか、役員さんがいらっしゃれば、どういった教育をしてるのかとか、自分の立ち位置ですね、どういったことをした方がいいっていうアドバイスをいただけるような人と出会いたいですね。出身と趣味を教えてください。小さい頃は西宮でしたけど、ほぼもう30何年三田なんで、三田市民かなと思います。趣味はゴルフにハマってますね。今までの委員長経験で一番思い出に残っているのは？一番思い出に残っているのはやはり視察委員ですかね。当日の大雪で、行き先に行けず急遽別の場所に行って、視察研修をしたということが印象に残ってますね。青年部メンバーに一言。ゴルフまだまだ下手くそですけど、誘ってもらったら行きますのでお願いします。